はい、こんにちは。重工房のフラッシュです。実はですね、薪煙突っていうのは慣れるまでなかなか大変ですよ。慣れちゃえばね、2、3分でできるんだけど、慣れるまではまあ慌てずに作るやった方がいいと思いますけど、ちょっとご覧ください。これよくバラバラにしちゃって、で縦にくるくるくるっと曲げようとすると、どうしてもねシワが入ったりボコボコになったりするんですよ。なんでそうじゃなくて、こうやってやります。まず端っこの方からね、こういう風に引っ張り出してくるんですね。こういう風に引っ張り出していきます。引っ張り出しながら、ちょっと指切らないように気をつけてもらいたいんだけど、このリングですね、リングが 1,2,3,6 個、6本リングが入ってますから、このリングをうまく使って下へ下ろしてくる感じ。このリングでこうパチンと弾けないようにするんですけど、こういう風にね、あとはね、じわじわとこういう風にね、でこれ広がりそうになったら、このリングを下ろしてきて、リングを押さえて広がらないようにしてやるっていう、そういうこの辺のコツはありますよ。骨輪のコツはあるけど、こんな風に絞りながらリングをはめ込みながら、だん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 伸ばしていきます。だん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 ね、ここ慌てないようにやるということ、とにかく慌てないのがコツ。でじわ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 といきましょうね。ちょっと気長に、もうだいぶ伸びたでしょ。これ最終的にこれが2メートルかな、2メートルまで伸びますので、あ、リング飛んでっちゃった。たまにね、リングが飛んでいくので、リング飛んでいかないように気をつけてくださいね。あとはこの先端は切れやすいから、当然鉄のねところですから、切れやすいので、できれば両方とも手袋した方がいいんだけど、私は手袋しない方がやりやすいので、革の手袋ならいいか、革の手袋しておこうか。はい、こんな感じでね、で少しずつ少しずつ伸ばしていきます。慌てないでじわじわと伸ばしていきますよ。だいぶこう斜めのラインがこういう鋭角になってきてでしょ。これで相当伸びてきていますからね。これが最終的にビューッと一直線になれば完成というわけですね。できてしまえばね、理屈が分かればどうってことないんだけど、できるまではねどうなるかなという感じ。少しずつこんな形でね、これがね飛んでいかないように、あ、飛んだ。
さあ、だいぶ来ましたよ。あとはこう、これが一直線になれば、はい、なんかやってるうちにこうなったでしょ。はい、これで完成です。ちょっと見えるかな。はい、これだけの長さになりました。まあまあ長いでしょ。はい、そしたら、はい、そしたらここですね。ここにこうやって差し込んでいくという。はい、こんな形ですね。バランスとしてはこんな感じです。まあまあ背が高いですね。2メートル以上あるな。まあ今日煙突の片付け方逆ですね。巻く時の逆ですから、こっちは簡単、こうやってくる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 、こういう風に、ま、まあ、すすがね、使っていくうちにすすがついてくるので、そうしたらたまに掃除してやる必要はあるけど、片付けるのはこんな感じで片付けていきます。まあ慣れれば、あの、畳むのは30秒か 1分ぐらいでできますよ。こんな感じ。ここでね、パンと離さないように気をつけないといけない。はい、できました。簡単でしょ。これが畳み方ですね。